はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日はですね、こちらゴルビゴルフラウンジ銀座に来ております。はい、急に皆さんね、なんでここなんだっていう人もいると思うんですけど、まあ、前回というか、まあ以前ですね、あの CPG ゴルフさんのコンペに参加させていただいて、でその時にね、あのスポンサーをしてくださってたのがこのゴルビさんで、あのシミュレーションゴルフやってるんですよという話をさせてもらったと思うんですけど、で私行ってみたいなってずっと言っていて、もうすぐ来ちゃいましたということで、今日はせっかくあの言っていたあのゴルビさんで、ちょっとあのいつもの練習とかも含め、ちょ最近練習動画ってなんか出せてないと思うので、私の練習動画ちょっとここで撮らせていただきたいなと思います。でここもね、あのいいのがトラックマン入ってたり、であと自分のショットを後ろから撮れたりして、こう自分のスイングを見ながらできるんですよ。だから一人で練習するのにめちゃくちゃいいので、今日はじゃあこちらにお世話になりたいと思います。じゃあ早速行きましょうか。お願いします。じゃあ練習開始ということでやっていきます。なんかいつも私これ置いてるんですけど、まあ、今日ゴルビさんここに線あるからいらんかなって今思ったんで置くのやめます。もうこの線使ってやっていこう。もういつも7番からだから7番から打っていきますね、どんどん。あー、めっちゃラフっちゃった。いつも始めようなら、いつも結構アイアン7番からとか振っちゃいますね。よし、これいい感じに打てたかな。はいはいはい。でさ、これ見てください、一人で今練習するからこその、これ出るのめっちゃよくないですか。一瞬で出るんですよ、今の打ったやつの頭が。これ重心こう見たら私めっちゃ動いてるじゃないですか、ほら。あー、ダメダメ。これ多分こう青の丸にこうやって、普通プロとか絶対ここに止まってるはずなんよ。いやほら見て、めっちゃ動いてるから、あ、頭動いてんな。だから確かに今トップ気味だなとか。頭固定して、おお。ちょっと意識したら当たり良くなったね。どう、さっきよりマシ。あ、でもまあ、まあでも最後はいいんだよね、ずれても多分、うん、こっちだから。お、当たりはいいね。でもちょっと音域ちょっと左かな、ほら。やっぱ左引っ掛けた時私結構パチってて当たるし、距離も伸びるんですけど引っ掛けてるよね。左が多いですね。多いですよね最近。いや、いつもこの私棒を置いて、この棒の線上に上げていくんですよ。これをめっちゃ最初意識する、指導の時。わあ、いい当たり。ちょっとでも左かな。うん、基本これがデフォになっちゃってんな最近。飛んではいるけど、そう、飛んではいるけど、あ、見て、130超えたもん、ね、良きじゃん。いや、めっちゃ面白い。なんかね、音いい感じですよね。当たり感もいい感じなんですよ最近。だからアイアンの調子がいいです私、うん、前結構ウッドとかユーティリティばっか好きだったと思うんですけど、アイアンの方が好きかもぐらい好きです最近。ちょっとダフったけど、はい、でこんな感じでちょっと慣れてきたら、体イージャンプロ言われましたけど、ここが上がってるって言われるんですよ、これが。だからイメージはこれをキープするから、自分でハーフぐらいのイメージ、これイージャンプロ言われたんですけど、ハーフの練習しなさいって言われましたね。こっからここで、このここから体で打つ練習、ミートする練習感をやっていきます。体動いてきたらこうやってここまで上げて、こっから、あ、ほら打てないでしょ、これ。手で打ってるんですよこれ。こっから体で打たなきゃいけないんだよね。あ、ほら入っちゃってるもんね、この軌道が。これめっちゃいいね、自分で練習できるから。そうそう、こういう感じで体で打つ練習、もっと回していいよって言ってくださいましたもんね、飯島プロに。あ、こうやって打った方がちょっと、でも開いてんな。せっかくなんで
はい、あんまり多分やらないと思うんですけど、はい、コメントを返してないけど、うん、おー確かにお久しぶりかも、はい、もう何でも何でもいいです。厳しいコメントも多いじゃないですか。そうです、なんかアドバイスいただけるようなやつもあったり、応援のコメントもあったり、いろいろありますよね。まあ、こんな長くやってるのに、はい、上達しないねみたいな。ああ、ありますね。確かに私もね、もう6年、ゴルフ歴6年かな、になったんですけど、私が一番成長遅いなと思ってます。でも、なんか周りの人に話したら、やっぱ、いや、全然してるよって言ってくださる人もいるし、それでもね、人によるかも。感じ方遅いなって思う人もいるし、いやできてるんじゃないって思う人もいるし、実際そのしてないわけじゃないですか、別に成長は、いや、あ、分かんない、自分で成長しますっていうのもあれですけど、でもなってると思いますっていうのは、まあイジャンプロにも見ていただいて、この間ねたまたまイジャンプロに褒めてもらえたから嬉しかったですね。上手い人はもっと早いスピードで、はい、うん、いや個人差あると思います、はい、なんか私も結構周りでいっぱい聞く人いますけど、何十年やっててもやっぱ上手くなれないという人もいるし、逆にまだ1年しかやってないのになんかベストスコア70で出ちゃったとかっていう人もいるし、なんかそれは人によるんじゃないですかね。はい、実際スコアも、まあ、そうね、飛距離も、はい、飛距離マジで伸びましたね最近、嬉しい、よかった、ありがとうございます。あとまあ、はい、褒め言葉として一番多い、ほう、ありがとうございます。なんだろう、ショートゲームが、よっしゃ、あ、これ皆さん、あれじゃないですか、あの目標近づいてきてるね、あの今年ねショートゲームの並木にって言われるように頑張ろうって言ってたから嬉しい。もうアプローチこんなに前で、ね、ありがとうございます。本当はいただきます。昨日もね、昨日ゴルフと友達行ったんですけど、その時にもみんなに言われた、ショートゲームは上手いねって、わけないねんって嘘ですよ。いや、いいね、そうですね、そう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 、頑張ろうと思ってるわけで、もそうやって言われたらいつも、あ、ちょっと今年ショートゲームの並木とちょっと言われるように頑張ってますって言ってます嘘、嬉しい、めっちゃ嬉しい、それ広げていこう。ちょっと褒められたら伸びるタイプなんで私この間白木が九十切り試験みたいな、はいはいはい、やりました。もう2回やったけど、はい、結構その1回目の時とか、うん、めっちゃ久しぶりに見たって人結構多い、コメント的に、あ、だからサムネ的に、そう、だから試験やから見てみようってなったんですね、はい、私のウム自体、はい、あれ100切り試験、そう、いや、ボーって言わなくてウムって言ってください、分かりやすく久々に見たから、うん、めっちゃ上手くなってるっていうのは、やったー、まあ確かにね、ちょっとブランク空いてたらね上手く見えますよねありがとうございます。でもやっぱり VC 系の意見で多いのは、はい、カット軌道が、そう、すんごいことない、でも一時期よりもひどくなってんじゃないかみたいな、あ、だからオーバーにいってるからじゃない、余計に。でもそれはちょっと皆さん、じゃあ飯島プロの最近の動画見ていただいて、そこで説明してくださってますんでお願いします。この動画のあそこを概要欄に貼っとくか飯島プロのレッスンカット軌道が気になる方はこちら。うん、そうなんです、もちろんカット軌道意識嫌なんで、上げるときこうして自分の意識で、じゃあ説明しとくと、こう上げてこっち側に上げるじゃないですか、じゃあカット軌道直してから、まあ極端にやるとこっちに下ろしてこう振っていきたいんですよ、イメージこう。でも私のイメージがこっちだからこうカットに入っちゃうんですよね、こうしたい、なかなかできないのがゴルフです。そうそう、今めっちゃイメージしたけど、ちょっとトップ気味に打っちゃったけど、ほら意識するとこうだから、それは右出るんですよ。でもこれをうまいこと返せたらバッチリ。ほんでほんで、ほんで、あとあれですね、はい、最近この動画でめっちゃそれが多かったのは、何が多かった、関西弁になってます、めっちゃ、あ、これはしかも、はい、シロティから90ミリ試験の、うん、第2回の時、はいはいはい、
に多くて、はい、で、ナミさんが動画で言ってるのは、うん、前日に、あ、家族といたからね、家族とご飯、夜まで食べてた。あ、そう、でもそれは本当にあって、なんか家族もそうですけど、あと周りにその関西人の人いると釣られちゃう説あるんですよ。この関西弁いいっていう人と、いや、賛否両論ありますよ多分急に関西弁出てきたらふって思う人もいるやろうし、どっち、でもだから逆に言えば、まあどっちも本物なんで別に特にすいませんね、自然に出ちゃって、お許しください。はい、どっちも多分今後も出ると思う。よき言うで、言うでだよ、やばいっすね。しかもこれトラックマンだから嬉しい。豪遊で146いった。今まで5番ウッドな感じするけどな。これ小田さんとのコラボは、はい、待ってましたみたいな。嘘、両方とも大好きなんでめっちゃ嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。もう小田さんね、めちゃくちゃいい人でして、あの私はもう終始楽しかったです。あの声が大きい小田さんありがとうございます。え、やばい、ほら148だよ。待って、 U だよ、 U、 U、 前までさウッドだよ、ウッディ。やっぱ U が得意ですよ、本当、うん、最近本当にアイアン先得意って言ったけど、まあ、U はベースにあって、そっちが、そっちがそう得意、 U とかアイアンとか、だからよくあるじゃないですか、ゴルフ、そのウッド系いい時ってアイアン悪くて、アイアンいい時ウッド悪いみたいな。ほんまにそれ今。だから3番ウッドはもう封印したらっていうコメントです。ありがとうございます。そうなんよ。で、めっちゃだから今2本目の、バッグ作ってるんですけど、むちゃくちゃセッティング迷って、でもいいアイアン手に入れたんで。ちょっとアイアン、また説明しますね。ちょっとびっくりなことがあるから、1個。え？みたいな。ああ、左。UT ってマジで、もっと使って。ね、だから基本パー5で距離まだどんどん打たなっていう時に全部ウッド使ってるけど、ワンチャン U とかで、うん、そう、あの変なチョロミスするんやったら、これで、まあ、130、40ぐらいをキープしていったら全然いけるよね。はい、140 してるのはもう本当に見てていいです。いや、でもあれですよ、私もこうなれたんは本当100切りしてくしたぐらいからで、やっぱ100切りするまではお仕事で、まあ、ゴルフ始めちゃったのもありますけど、なかなかなんかね、そう、自分にイライラしちゃって、なんでこんな練習してるのにゴルフできひんねんみたいになっちゃってっていう時期があったんで、それをなんかちょっと一回超えたからポジティブに考えれるようになった感じ。みんなそうだと思うけど。めっちゃ可愛くなったし、綺麗になりました。最近よく言われる、嘘です。最近、そうか？そうですかね。え、命思います？いや、そうっすよね。みんなあれじゃないですか？久々に見たからそう思ってるだけじゃないですか？あと、まあ年は取ってますからね。でもね、そういうことじゃないですか、違うの？別に若ければいいと思うけどないけど、ね、それ命の意見ね。あ、それ視聴者さんが書いてた、違うやろ、はい、何言ってんの。ドライバーでも行ってみようか。うわぁ、めっちゃ右やん、当たり悪。僕のイメージですけど、最近ドライバーがやはり不調なんじゃないかっていう。あ、でもおっしゃる通りです。あの、さっきも言った通り、ウッドとドライバーがやっぱ長い分うまく扱えてないんですよね。短く、逆になってくる。そうなのよ、いいのか悪いのか。今頑張ったけど、でも見て、そんな飛んでないのよ、162。そう、ユーティリティで、じゃあ今140出てたじゃないですか。ウッド抜かしてドライバーみたいな、ほんまにドライ、あのウッドの5番と3番いらんくなってくる。
やばいってやばいって、でも結局飯島プロに教わったあの体で最後バシッて打つっていう、そこができてないだけやねん。ほら右出てるもん、戻ってきてた。うわーこれ良き、まっすぐ出て172、いいよ、よっしゃやって、あのドライバーの距離出た。170いったら自分できるのかですか。まあやっぱアベレージこれぐらいは行きたいなっていう、っていうのはまあ3番ウッドが飛んだ時105、60いっちゃうから、いやいや変わらんやんってなったらドライバー入ってる意味ないんで、はい、お下げ、お下げ、あのツインテール的な、あの試験にやってた三つ編みのやつかな。はいはい、はい、でもあれ結構さっき言ってくださる人多いですよね。だって命にも言われたもん。よく言ってます。いやなんか美女いいっすね今日みたいな、えいつも悪いみたいじゃないかっつって多分コンディションってあると思うんですよ女の子って。今日例えば分からんけどちょっとしたことですよ、あ今日なんか化粧のりいいわもそうですし、なんか今日痩せて見えるなとかもそうですし、なんかあるんですよ絶対。だから察してください男性の皆さん、女性はそういうのあるんですから、コンディションが。男性もあるでしょ知らんけど。最近のじゃあ自分的、はい、自分的に美中が良かった動画だけちょっと撮れない、自分的、あでも私もそのお下げはなんか良かったかなと思っててなんで笑うんですか。あとなんやろね、何だろう、携帯持ってきてもいいですか。もちろん毎回上もやっぱね絶対ちゃんと違う。そう、それは頑張って心がけてます。やっぱ見てくださる方、まあ、私のゴルフのあれもそうだと思うんですけど、ウェアとかそういうのもやっぱその流行りもあるから、そういうのいろんな見てほしいなと思って。あでも小田さんの時も悪気はない。小田さんの時いいっすね。悪気はないですよね。あと私的にはあの馬のやつ、お馬乗ってるショート動画上がったやつありました。あのウェア着てる日の撮影だから、これがいいんですか。あサムネはダメよごめんなさいダメよとかサムネはよくない。あなんか動画は微妙やけど、ショート動画の馬だけ、ヘルメットがいいんですかね。じゃあそうヘルメットがいいのか、それかあの馬に癒されてなんか美女よくなったか。普段会わないからね動物と。そうバレてて、そのこれもコメントで来てるんですけど、はい、なみちゃん動物嫌いじゃなかったっけ。ああ皆さんご存知の通りそうなんですだから嫌いっていうか苦手って、あのそう嫌いっていうかその苦手なんで怖いんですよ。そうだからあの馬ちゃんも本当は怖くて、実はめちゃくちゃ怖かったんですけど、やっぱせっかくゴルフ場に馬来ることないし、まず馬に乗れる体験ってしなくないですか、うん、って思ったんで、せっかくやから乗らせてもらうって頑張ったんですけど、やっぱ最後怖かったよね。ありがとう。急に顔ビュン。ありがとうね。ありがとう来て。おおってちょっと素直な、はい、行動が出ちゃいました。あとどん時かな、美女いいの？基本もちろんいいっていうのはもうもちろんそれは。いやいややめてくださいよ。言いづらいわ次。ごめんなさい僕いいですかじゃあ。はい。このローストビーフ丼の手法よくないですか？ローストビーフのショートね。はい、これもね。だからやっぱこれって馬の日なんですよ馬取ってる時の日なんですよこれ。で馬がじゃあ、いやだからその日なんですよ多分。その日の私のコンディションが良かったです多分。今日はどうかな。えちょっ今恥ずかしいとこかぶせない今そっちだったからどうかな、どうかな今日はどうかなっていう嘘ですすいません。あと髪伸びたかからかなとかは見え方変わりません。髪切ってるんですか。基本私1ヶ月に1回美容室行ってて、それはまあゴルフで火焼けるじゃないですか。であと痛むんですよやっぱり。だから毛先は絶対切るようにしてるんですけど、希望がないから印象変わるとかあんまないですもんね。いやーそれで言うとね、それもビビリなんですよ。変えるのが怖くて、その今のあれより良くなれば、もちろん良くなるって分かってれば変えようと思うんですけど、自信がなくて、そのよくあれですか、今の状況から変えることが怖くてできないみたいな。マジでそれです。
だからショー、私ショートにねしたことが小学2年生の時にあるんですよ。それ以降1回もショートしてないですよ。やばくないですか。それは珍しいですね。そうだからたまに言われます。なんか髪変えたりしないのとかさ。聞きましょう。それじゃあショートを、は見たいか。じゃあ皆さん、ショートはありかなしかコメント欄にお願いします。それでどうする。あり多かったらせなあかんくなるやん。そうだ、恐れないでみんなのためにいや、勇気出そうかなって。これでどうする。ショートの方が多かったら、今まで私逆やってたわ。伸びるけど、やばい、これ見て、綺麗なまっすぐ。やっぱアイアンいいね。そう、アイアン戻したらやっぱいいわ。もうちょっとしたら、はい、ね、第3回目の、はい、白 T 90切り試験。そうですね、来てるんで。やばい、ずっと喋っちゃう、これ終わりある。ずっと喋っちゃう、これ友達と3人で行きたい。うん、夏ああ、はいはいはい、女子でね。ああいう旅行動画待ってましたよって。嬉しい。なんかまあもちろん賛否両論あると思うんですけど、うちのチャンネルはまあそういう真面目にねレッスンしたり、目標目指したりっていうところもあるんですけど、そういうちょっとプライベート感を今後まあちょくちょくですけど出していけたらいいかなと思ってて、だから今日の練習動画もそうですけど、そういうナイターで本当友達ともあるだけの動画とかも私はありなのかなと思ってます。ラストドライバーで180ヤード持ちます。またその振り始まったら終わらんのよ。よし、じゃあ出すぞ。いやいや、169なんよ。いや、出そうと思ったらですから急にね、スイッチ入る感じありますか。あと10ヤードよ、キビよ。こら。170。ちょ、180いくか。173から。うわ、170にしとこうか。はい、ということで、まあ、こんな感じでゆるっと動画をね引き続きやっていきたいなと思いますので、皆さんもなんかこういうのやってほしいとかあったら、これいつも言ってますけど、はい、ぜひコメント欄お願いします。結構私たち見させていただいてるんで、そういう参考にやらせていただいてますので、ぜひともよろしくお願いします。あー、編集大変だこれ。ということで、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。